んにちは。海の湖浜名ジェンヌの湯佐千恵美です。高橋優希です。川村さやです。今日私たちは浜松市南区にあるエシャレット畑にやってきました。見て、見渡す限りすごい、エシャレットよ。すごいよねー、うん、で、二人ともエシャレットってわかる？私エシャレットなのか、うんうん、エシャロットなのかもちょっとわかんないぐらい。ああ確かにそこもね、うんうん、じゃあそこは詳しい方に聞きましょう。はい、では伊藤さんお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今ねエシャレットとエシャロットの違いがわからないって、はい、そういう声が聞こえたんですけど、はい、そこからまず教えていただけますか？エシャロットはもう本当に小さい玉ねぎ状っていうか、ヨーロッパの方で主によく使われるような形で、それからエシャレットっていう言葉が生まれて商品化したという歴史があるようです。今年でエシャレットも発祥大体70周年ぐらいの歴史のある、はい、南区、この浜松の南区が発祥の地なので、はい、そういう意味でもすごく記念すべき時に、皆さんに聞いていただきたい。僕もすごい嬉しく思います。同じ地元だ、はいはい、じゃあ今日は早速たくさんのエシャレット収穫体験をしたいと思いますので、はい、ぜひお願いします。よろしくお願いします。これが一株になるので、これで一株、はい、はい、ちょっと指深めに入れて全体を掴んだらこういう感じで、気持ちいい、立派です。これで何株ぐらい？だいたい2本ずつって感じですかね。エシャレットってあのラッキョウになる前の若取りしてる状態になりますので、はい、やっぱだんだん育てば育つほど辛くなっていっちゃうんですけど、掘りたての鮮度のいいものはあの糖度も20度以上あったりしますんで、そういう意味で最初の甘さを感じることができます。お、ほんとだ、結構しっかりしてる。あ、おー、根っこ長っ。え、ほんとだ、長い。ちょっと粒が大きいです。これどうしても場所が、はい、若干こう場所によって違ったりするので。すごくない？ほら、すごく立派よ。頑張って。大きな株。そうね。まだまだ株は抜けません。葉っぱの長さの分だけ根っこが同等にあると、やっぱダイヤモンド比率と言われていて、こう一番食材が味も状態もいい状態にっていう。これあとどのぐらい抜いていいんですか？もうどんだけ抜いてもいい。本当に、はい、今言いましたよ、どんだけ抜いていいって。もうこの列全部抜いていただいても、あの明日にはもう剥き切っちゃってすぐ出荷しちゃうので、はい。すごいね。エシャレットは、まあ、玉ねぎに近い部分はあるんですが、血液サラサラ効果がやっぱりあの辛みの成分であるアリシンですとか、そういったものが、主に効果として、はい、あるのは事実ですね。エシャレット女王って呼ばれるぐらい。私たち今日ね初めてエシャレット収穫の体験をねさせていただきました。伊藤さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。甘くて、このたびのエシャレットすごく美味しかったです。ありがとうございます。
本当に手が止まらないぐらい食べてしまいました。ありがとうございます。手が止まらないぐらい引っ込みました。ありがとうございます。大満足ですね今日ね、はい、やっぱ新鮮なのがいいんですよね。そうですね、どうしてもあの出荷の都合だったり運搬の都合だったりっていうのもあって、何日か日数が経ってしまってるものがやっぱスーパーに並ぶことが多いもんですから、あの1日でも半日でも鮮度のいいものを、皆さんにいっぱい食べていただきたいと思います。これから